それではですね、おめでとうございます INI 11人ね、はい、こう生き残った11人はさあ今後みたいな感じなんですけど、まあ、今後は自分で作っていくもんなんでって言ったらここ動画ごわしまあそれなんで、まあ、今回はね、ほらどういう星の属性してるかとか、あとなんかこうエネルギー指数とかもね、結構みんなでもやっぱね、このプリュー2エネルギー指数なんかすごい高い人すごい多かったの。あ、そうなんだ。そうなので、逆にちょっとね低い人もいて、その辺の解説とかもしていこうかなと。はい、で、まあ、今回ね、まあ、ちょっと順位とか関係なく、あの星順でいろいろ見ていこうかなと思ったんですけど、 INI のね、まず西くん。はい、で西くんはほら三匹木星でさ、はい、でこうね、木村くんもなんだけど、三匹木星って若いうちで成功しなきゃいけないみたいなのもあるよ。あ、そうなんですね。だからこのオーディション番組でこうやって受かったのってすごい、はい、すごくいいと思う。じゃあこの先期待はできる？もちろんもちろん。だってほら、もうこっから三匹木星の人たちはさ、どん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 運気が上がっていくところに来るから、結構イケイケゴーゴーみたいな星してるから、逆にもう強気強気の姿勢で攻めていったらどんどん良くなると思うし、西くんもね、やっぱエネルギー指数高くて、おなんと総指数254、はい、お高い高い。なので寝なくて大丈夫ですよでもほらね、前の動画でも言ったけど、やっぱこういうほらなんかあのちょっと女性関係にちょっとこう良くないのが入ってるので、はい、まあ、同じくね、そういうところに自分で気をつけていければいいなと思いました。あとね、西くんゴーイングマイウェイ星、あ、ちょっとつぼ星、はいはいはい、もうイケイケゴーゴーみたいな星してるから、まあ西くんはね、なんかもう強気で突っ走ればいいと思うよ。あとはね、とりあえずファンの皆さんをね、裏切らないようにこうね、しっかりこうね、自分自身をね、こうやって頑張ってもらえればと思います。で、木村くん、はい、で木村くんはね、もうほんとクラッシャーに、あと攻撃力がですね、はい、皆さん攻撃力平均50じゃないですか、106ありますからね。高い。いや、そらね、勝てないで、攻撃力高いとどういう人かっていうと、はい、やばいよビヨンセとか、お、マドンナとか、はい、もうね、あのユイが独尊みたいな、あ、おー、もう俺がっていう、うん、だからまあ欠点があるとしたら、はい、なんかもう誰の言うことも聞かなくなっちゃう。あー、なるほど。うん、ってところにつながるから、まあこういう攻撃力高い人によく言うのが、なんかこう聞く耳持つといいよみたいな。だってほら、マドンナとかさ、あのビヨンセとかさ、もうすごいじゃん、見てたら。なんかほら、あの公演時間守んないとか、はいはいだから私は私みたいな。でもあれでね、成功してるから全然いいんだけど、まあでも一応ね、まあそのもしね、こうグループとかだったらそういうところでも、なんかまあファンのみんなの意見聞いてるとすごい優しくていい子みたいな感じだから、なんかそういうイメージはありますね、うん、だから若いからまだ全然ね、こういう属性が出てないと思う。そうだからもしね、なんかこうやって動画とかで、そういうところあるんだっていうのを自分で知ると、ほら、まあ気をつけられるじゃんっていう風に、なんかこう使ってもらえればなという感じです。で、前も言ったけど、まあ、木村くんはでもね、もう最強なのよ、いろいろ、もう本当にさすが1位ですね、はい、まだでもタレント星持ってんじゃん、はい、もうひも星まであるじゃん、あらでクラッシャーじゃん、はい、大丈夫だよもう安心な、もう安心、やっぱリーダーというか1位で安心な、もう安心、もうね、もう今後引っ張っててもらいたい、もうイケイケゴーゴーで、もう俺についてこいみたいな感じでね、なんかもうセンター最適みたいな子ですね。いやー、もうね、だって勝てないよね。そうですよね、うん、でもね、センターってほら、あの入れ替わったりもするから、はいはい、他の子たちもね、結構あのいい星してる子多いから、まあ誰が一番センターに向いてるかってまた面白いよね。そうですね。でもまあね、あの前も言ったけど、まあ、MJ が一番タレント性は高かったな、はい、っていう感じで、まあどんどん行きたいと思います。まあ言うて高塚くんも残ってるからね。そうですね。ここの軍団すごいんだよ。で、シュウくん、はい、でシュウくんもクラッシャーも、クラッシャーすごいな、みんな本当芸能人ですね、うん、でシュウ君はほら地獄土星でさ、はい、今年の運勢悪いけど来年抜けてくるし、はい、あとシュウ君もね、はい、タレント星持ってますんで、おでさらにシュウ君はね、前から言ってます、何がすごいかって魅力ですよ、魅力、はい、平均50のところ魅力135、高い。あれ、これ今聞いた中で最高数じゃない。いや、もうだからシュウ君はもう本当に、あのね、ちょっと本当勝手に人も集まってくるしね、これも集まってくると思ういいですか、それは。なので、あのシュウ君ちょっと頭に入れておいてもらって、であのメンバーじゃなくて、あのファンに伝えてもらうしかないっていう。そうですね。そうそう。でも違うんですよ、シュウ君ね、ちょっと気をつけなきゃいけないのがですね、あの学習能力っていうのがありまして、はい、要はエネルギー指数って5種類に分かれてるんですよ、はい、あの守備能力、攻撃力、魅力、学習能力で、あとはあの表現力っていう、この5種類に分かれてまして、これの、 あの学習能力っていうのが、シュウ君ね、ゼロなんですよ。
あら、それちょっと大変じゃないですか、うん、で、まあ、これがどういう意味につながってくるかっていうと、学習能力ゼロっていうのがちょっと炎上しやすいみたいな、まあ、例えばドナルド・トランプとか、はいはい、パリス・ヒルトンとか一回やっちゃったこと学ばないって、なんかまあ本人悪気ないんだろうけど、はい、客観視と似てて、守備能力と似てて、やっぱこう、まあやっぱ学ばない一回失敗すると、うんうん、それあんま気にせずに繰り返しちゃうってことですよね、うん、でもね、ほら魅力高いから、なんか別にその叩かれたとてって感じなんだけど、まあ、学習能力ゼロは叩かれやすいっていうのをちょっと頭に入れておいてもらえればと。だってあのドナルド・トランプとかもね、あの学習能力ゼロだけど魅力は普通に100超えてますから、うんうん、そういうことそういうこと。だってあの人もすごかったじゃん、はい、そうですね、だけど見てたら本当に学習能力ないなって感じじゃんっていうのを参考に、あ、自分はゼロなんだっていう認識から改善につながりますので、っていう感じで。で、田島くんね。来ました。はい、来ましたよ、田島くん。我らが田島。なんかあの、クリスさん推しみたいな。まあ、田島くんはほら、はい、もうね、クラッシャーっていうのも強いし、はい、あとほら、今さ、前も言ったけど、芸能で輝くすごいところに来てるわけ。はい、で、今23歳だから、残りの2年間、残ってるわけよ。はい、ここ舞台で輝くっていうか、まあ、あのすごい芸能で成功するとこに来てるから、田島くんの推し自体がね、結構なんかこう地道に頑張るみたいなところで、まあ、そうですね、過去を頑張ってきた歴がありますから、うん、そうで、あとはあの実は結構なんかイケイケな部分とかも持ってるはずなんだけど、はいはい、この星に必要なのはやっぱ前に出る努力っていうのをしなきゃいけなくて、だからもうちょっとなんかその隠れてるなんかイケイケの部分を前になんかドヤみたいな、なんかよくあるじゃん、ほら決めみたいな、ドヤをなんかもっとなんかなんていうかな、こう美意識高めるっていうか、ナルシストぐらいでいいと思う。ああ、なるほど。正直勘違いぐらい、はいはい、だから勘違いぐらいで前に出たらもっとねこの2年間活かせると思うから、もう今はね目立って当たり前ぐらいのね謙虚さがねいらないと思う。じゃあもっと俺が、うん、この次は俺がセンターに立ちたいっていう気持ちで前向いてった方がうまくいくか、うん、あ、全然いくと思う。だから本当になんか自分がこう前に出て前に出てっていうのをもっとなんか意識高めてったら、すごくこの2年間は生きると思うので、ぜひ参考にしてみてください。で、はい、高塚くん、はい、もう高塚くんはね、さっきも説明したんだけど、もうなんと何も言わなくても最強なんでね、ほんと強いですね。いや、だってさ、高塚くんさ、セクシー腰も持ってんのよ。はい。だからね、なんだろう、なんかほんとね、なんかまあ、もうこれまあ、MJ もそうだけど、まあほんと芸能人さんだなって感じなんだけど、高塚くんも注意しなきゃいけないところがございます。高塚くんもなんと、学習能力がゼロです。なので、高塚くんも意識して、やっぱり同じことを繰り返さないように、やっぱりこうね、ちゃんとね、あのやっぱりこう一回ダメって言われたことはやらないとか、そういうのを勉強していけば、この星はね、もうこっからやっぱほら高塚くんもだけど、もう今すごく女性に人気が出るめちゃくちゃ最強の運のところにあるから、ファンの期待を裏切らない行動をしていくことが大成功につながると思います。で、後藤くん、はい、まあね、すごいね、推し推しだった後藤くんなんだけど、クラッシャー多いなで、後藤くんはね、まあ前も言ったけど、もともとがね最強星、はい、で、あとほらクラッシャーも持ってるじゃん、はい、で、後藤くんもね、学習能力ゼロなの。だからね、学習能力ゼロメンバーが3人もいて、はい、そうなのよ、ちょっと心配、うん、それ助けてくれるメンバーみたいなのないんですか。助けてくれるメンバーっていうよりは、これはね自分で学ばなきゃいけないよね。そうなんですね、うん、やっぱりほらポロッと出ちゃうじゃん、そういうとこ拾われたりすると炎上につながっちゃったりとかするから、はいはい、それを自意識で直さなきゃいけないんだよね。だって周りが注意したとてじゃん、自分で悪いって気づかないとやっぱ成長につながらないので、だからまあ結構こういうエネルギー指数って勉強になるから、あ、俺学習能力ゼロなんだって認識すればさ、気をつけるじゃん、はいはい、っていうのに使うっていうことね、はい、で、あとあの面白かったのが、さっき言わなかったんだけど、ほら高塚くん、はい、実はエネルギー指数めっちゃ低いんだよ。え、びっくりしない？そう、あ、星は強いけど、うん、エネルギー指数はあれ、うん、っていう感じ。え、びっくりする、146しかない、あれ低い。そうで、このね、200切るともうエネルギー指数が低いになっちゃうね。どういうことかっていうと、まあ、あの簡単に言うと、なんかあの社会、なんかサラリーマンとか向いてないみたいな、うん、もう要はね、好きなこと以外でね、もう全く働きたくない人なのよ。あ、へー。だからエネルギー指数低い人はもうね、あの自分のやりたいこと以外はしなくていいと思います、はい、だから無理して働く必要もないし、本当に例えば漫画家さんとかにもいる。あ、へー。やりたいことしかやりたくない、才能が開花するタイプ、うん、っていうよりはやりたいこと以外やれない。あー、なるほど。だから画家さんとか、だから好きだからずっとやっていけるじゃん。でもこのタレントもそうなんだけど、好きじゃないと頑張れないから、羽生くんも低いのよ。あ、へー。それで金メダルじゃん。だからもうフィギュアが好きなの。あ、なるほど。そうそうそう。だから高塚くんも本当に好きだと思うことをやった方がいいと思います。
っていう話ね、はい、で、で後藤くんはねさっき言ったみたいに学習能力ゼロなんで気をつけましょうっていうのと、でもね後藤くんはねなんと魅力が90お高いあるので、あの人気とこれが本当人気は集めてもらう、はい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 、もうあの勝手に人寄ってきますみたいなね、はい、で尾崎くん、はい、で尾崎くんもねもうでもねなんでこんな INI 濃厚なんだって感じなんだけどもうねはい4人目出ました、学習能力ゼロ4人目だからやっぱねこうみんなね学習能力ゼロっていうのって結構なんか気をつけていかなきゃいけないから、まあぜひねファンの皆さん伝えていただければと思うんですけど、まああのでも気をつければね別に問題ないのと、あとねあのね尾崎くんもねエネルギー総指数低かったね、あそうなんですね、そう155あら低い、そうでもほらあのさっきも言ったけど低い人は好きなことだけで生きていけるんで、あの好きなこと以外はやらなくていいっていうのをねちょっと頭に入れとけば楽になるかなっていう感じなのと、あと尾崎くんはねこうやって一泊推薦なので、はい、ほら今年ね最強、はい、ね、強いですよ最強なのと、あとねほらやっぱりセクシー帽子持ってますね、はい、これまた強いんですよ、でちょっと面白かったのが尾崎くんはなんとね男性のすごい偉い人にめちゃくちゃ引っ張り上げてもらえるみたいな、はいはい、なんていうのこうスポンサー力が強いっていうか、おなんですよ、しかもそれがね男性なんですよ、おなのでなんかもうねちょっと偉い人見つけたらねどうもって感じでこう行けばなんかすごくねめちゃくちゃ可愛がられるみたいなのがあるので、尾崎くんはねちょっとなんかこう女性っていうよりはこう男性に縁があるみたいな、実はなんかねちょっとあの子いいじゃんとかねなんかこうなりやすいんじゃないかなっていうのがちょっとね面白いなと 思いました。だから尾崎くんはとりあえずあの気をつけるポイントはね他のメンバーあの合計ね4人いたけど学習能力ゼロの部分だけ気をつければいいと思います。はい、そして藤巻くん、はい、はい、藤巻くんはですね、いやもう藤巻くんは前の JO1 の動画で、はいはい、あの結構まあ怒られたんですけど、はい、あのほらあの和樹ママと一緒にやった、はいはい、うん、あれで言うとド上げなんで、おお、はい、最強なんですよ、だから藤巻ファンはもうねすごいハッピー、お藤巻くんと付き合える女性はみんな運気上がっちゃうんでね、お、はい、なのでちょっともうド上げ、はい、っていうのがもう強いってのと、あと、まあ、エネルギー総指数はね普通だったので、まああとね藤巻くんはほらなんかさちょっと女性に裏切られるみたいなのがさ、はいはい、入ってるって言ってたじゃん、だからちょっとファンにちょっとあれみたいな、そこがねちょっと残り3年残ってるから、だからなんかこうファンとかなんか裏切らないように気をつければいいと、でもね裏切られる方だからね、ああそうだ、裏切るっていうよりは裏切られる方だから、まあちょっとこれはね気をつけようがないので、その藤巻くんがその逃げられるって言ったじゃないですか、うんうん、ね、自分が知らぬ間に切られてるけど、うん、でもそれを引っ張って残すための解決策みたいなのはないんですか？でもなんかこういうねオーディションの時に発動してて、普段で言うと例えばねほらなんかこう裏切られるっていうのはなんかこうね、例えばなんか女性の人とお仕事はうまくいかないとかにつながるよ。あ、そういうことなの？そう、そういうのにもつながるから、まあオーディションはこれで別に残れたし、まあちょっとほらね思ったより順位がなんかあの、まあ、3位だったじゃん、はいはい、今ちょっと4位に下がったぐらいで、はい、そんな影響を受けてないから、まあ、今後気をつけるとしたらなんか女性の方とお仕事をするときに注意すればいいと。あ、そっちか。あ、そっち。あとは、まあ、あの恋愛で、はいはい、恋愛はなんか、まあ、あの裏切られるだから浮気されるとかだから別にそれは全然ね恋愛しなきゃいいんだからそうですね、そうそうそう、だからほんとそんな感じ、恋愛だと裏切られるし、はいはい、お仕事だとトラブルしみたいな、あ、そう、だから別に解放法はいくらでもある、はいはいはい、って感じにつながります。で、あと星はね前も言ったけどほらもともとねすごいド上げなんで、もう私はそこだけで羨ましいだから藤巻くんはまあだからさっき言ったなんかそういうトラブルとかに気をつければいいだけだから、はいはい、まあそこだけ注意すれば大丈夫だと思います。で、佐野くんはね、はい、エネルギー総指数がまずやっぱ高い、高い254おで、なんと攻撃力82、うん、おお、いやー、INI 濃いわ。もう聞いてるだけで頭いっぱいになりますもん。なんかやっぱりなんかさ、攻撃力がぶつかり合わなきゃいいよね、みたいな。そうですね。うん、感じだよね。でも佐野くんもやっぱほら強いから。もうほら、スター星に、紐星に、みたいな。で、しかも、俳優星も持っちゃってるし。だから佐野くんもね、すごいね、芸能人に向いてる星をしております。かなり。強め強め。なので、まあ、佐野くんはね、別に、なんだろうな、ほんと問題ないし、タレント性もあるし、あと、やっぱほら、九死火星、はい。だから、来年、すごい目立てるところに来るから。はいはい。だから、佐野くんちょっと期待かも。
お、なんか九州火星軍団は来年結構ね目立てるところに来るので、はい、ちょっとねクリちゃん的に来たい、はい、なんで佐野軍スター星とひも星と攻撃力と総指数のこの高いのを生かしてねちょっと頑張ってもらいたいです。であと池崎くん、はい、で池崎くんもね、はい、来ましたよ、胴上げ。お、池崎くんも実は胴上げなんですが、はい、池崎くんももう来ましたよ、要注意点。池崎くんね、ほら星は強いって言ったじゃん、はい、で池崎くんね、ま、星が強いのと、まあ、あとまあ最強星なわけよ。でさらにね攻撃力も高いんだよ、うん、要は90万だよ。おで胴上げでしょ、はい、で何を気をつけなきゃいけないかって、攻撃力って誰の言うことも聞かないって話してたじゃん、はい、池崎くんがさっき言ったさ恋愛破滅星持ってる。はなので池崎くんは本当に恋愛を注意しないと、せっかくこうやってデビューできたのに、なんか全てを捨ててしまう人生を選ばないようにしましょう。なのでなんか見つけたって言ったら全部勘違いだと思ってだってそうしないとね、だって攻撃数も高くて、うん、破滅星持ってるっていうと、うん、どっちかだけ持ってるよりももっと効かなくなるってことですよね。そうだからなんか本当になんかもう誰の言うことも聞かなくなっちゃうっていうのが一番色濃く出てるから、はい、やっぱそこを自分でね意識して、やっぱこう大人の意見はちゃんと聞いて、自分がなぜこの職業を選んだのかっていうのをちゃんと認識してタレントとして頑張ってほしいですね。やっぱりね、ほらまあなんか自分の人生優先していくとさ、やっぱアイドルとかもそうじゃん、やっぱ好きな子ができてさ、なんか今まで頑張ってきてたのにさ、ポーイとしててさ、どっかの誰かみたいに結婚しちゃってさそれは置いといて、あ、置いといてとかなってくるとさ、ほら夢見てたファンからするとさ、たまたまじゃないじゃん、うん、でこうやって始まったばっかのグループでしょ。でそういう危険性があるっていうのをこうやって最初から分かってると回避できるので、もうそのための動画なのでね、ぜひね池崎ファンの皆さんは伝えてください。ではい、続きましては松田仁君、はい、松田仁君はもうあの本当 MJ はね言うことないぐらい、はい、さっき言った通りですよ、はい、もうあのキラキラ大スター星に、あの俳優星に、もうさらにもうなんか今、はい、あのね出席禁制だから、まあ来年、まあ、あのちょっとまた抜けて良、はい、くなっていくと思うし、まあ、彼はね本当タレント性が高いので、このまんまねあの自分を磨いていくだけでいいと思うよ。要はほら自分の見せ方がさ一番分かってる子だから、本当になんかアイドルに一番向いてるのよ。だからアイドルとして認識を高めていけば全く問題ないですって感じ。いかがでしたでしょうか。今回はエネルギー指数とかね九星気学とかを盛り込んでより深く分析できたと思うんですけれども、まあ今日はねあの動画見ていただければわかると思うんですけれども、まあこうやってあの運勢は自分の星の属性とかエネルギー総指数とかでこう分析して、まあ簡単にね悪いところとか補っていいところを活かせばもう簡単に好転していくっていうことが伝わればと思います。またそれもコンテンツの方でやっていくと思うので、皆さん楽しみにしていてください。それではクリシー